自慢じゃ。鳥取の自慢が増えたのじゃ。何が増えたんですか。鳥取の自慢が、漫画王国鳥取建国じゃ。説明しよう。漫画王国鳥取とは、漫画文化を通して鳥取の魅力を発信することなのじゃ。おお。ところで具体的には何を。それはどうじゃ。鳥取がまた増える。鳥取県。